こんにちは、こんばんは。本日の商品紹介はダミー 0.5 ミリシャープペンシルのサファリの紹介です。で、こちらの商品定価が2500円プラス税に、Amazon ではだいたい1500、600円ぐらいで買える商品です。で、こちら白軸になります。ホワイト軸ですね。真っ白でクリップはシルバーから、ノック部分のキャップとかも全部ホワイトで、この口金に当たる部分のプラスチックが、若干グレーになっています。で、ラミーのロゴが入ってるという形になっていますね。で、握るとこの持ち手のとこがこうちょっと三角になってて、書きやすいというふうになっています。なかなかかっこよくないですか。これちょっとお気に入りで普段も使っている商品です。これが、サファリのペンシル、シャープペンシルですね。で、こちらブラック軸です。こちら確か最近出た商品で、全体的にマットブラックにクリップも黒で、口金も全部黒で、なかなか締まってかっこいい商品ですよね。で、ラミーのロゴが彫られてるっていうような形にはなっています。で、マットなんですごくなんか何にでも合いそうな形になります。で、通常のブラック、光沢のあるブラックも確か出てるはずなんですけど、そちらはシャイニーブラックっていう名前で、出ていたと思います。こちらあの普通のブラックになります。マットでとってもかっこいいですよね。で、こちらもちょうどこの持ち手のところが三角になってて、まあ鉛筆みたいに持てるっていうことで、なかなか持ちやすい商品、書きやすい商品になっています。まあほんまに書きやすいんで、で、まあ、1500円、1600円で Amazon でも買えますので、ちょっとチェックしてみてはいかがでしょう。で、こちらサファリ自体は1980年ぐらいから売り出してて、で、まあ最近シャープペンシルはないんですけど、パステルカラーシリーズとか出てたり、この白のブラックのクリップのやつがもうすぐ発売になるとかって言って、まあもう出てんのかなっていうので、ちょっと噂、評判になって若い女の子でも使えるみたいな感じの告知をしていたような気がします。で、あれですよね、箱もこんな形で、ちょっとなかなかかっこいいですよね。透けて中が見えるような感じで、でラミーのロゴ、まあちょっと紙なんで、どうしてもこうちょっと潰れてこう肩ついたりとかしちゃって、まあそれだけちょっと不満はあるんですけど、まあなかなかデザインもかっこいいんですよね。で、こちら、まあ紙、まあしょうがないですよね。ちょっと安物感はしょうがないですけど、まあでも商品自体はすごく悪くはないので、ぜひ一遍使ってみてはいかがでしょう。またラミーサファリだけに限らず、いろんな商品紹介していきたいなと思っていますので、よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。以上、ご視聴ありがとうございました。